12フレットの1オクターブ高い音を出してみます。 G ちょっとシャープしてますね、3弦 C、 これ20セントぐらいシャープしちゃってます。2弦 E、 E もシャープ、1弦 AA は比較的まともですかね。特に3弦が、かなりシャープしちゃってます。それの調整をこれからしたいと思います。調整する箇所は、ブリッジのこの、サドルですね。サドルを、調整していきます。弦が張られている状態で、少しこうトップの板が、この張力で少しこうたわんでるんですね。まあどの楽器もこう弦張った状態でトップの板って少したわむと思うんですけども、ここのサドルがネック側に倒れたような状態になってます。まあ、とはいってもそのほんの 0.1 ミリとか 0.2 ミリとかそういうレベルなんですね。ですので、今シャープしてるってことは12フレットからこの、サドルの距離が、12フレットから開放、この間に比べてこちらの方が短い状態なんですね。こうネック側に倒れてる、サドルを、こうブリッジ側に少し起こしてあげるっていうことで、今全体がシャープしている状態っていうのは直せると思います。まずはこのサドルを外します。弦が張られた状態ですと、取れませんので弦をまず緩めていきます。弦緩めました。音がしないこんな状態です。で、このサドルを抜き出します。が上で、こっちが下になってました。こっちまっすぐですよね。上は弦の当たるところがまろやかに丸く加工されてます。ただその今のままだと、サドルのちょうど真ん中が頂点になった形で削られてます。で、実際にはブリッジがこうネック側に傾いてしまうので、これを削っていきます。普通に削っていくと、高さが足りなくなっちゃうんで、ひっくり返して使おうと思います。ひっくり返して、このネック側の角を少し削ってですね、ブリッジ側の方を残して、要はその頂点を後ろに持ってこようって思ってます。で、実際にはそのブリッジの、まあ、サドル自体300円とか、まあこれ牛骨なんで多分800円ぐらいすると思うんですけど、大した値段じゃないので、本来であれば買ってきて付け替えてもいいし、もし失敗してもまたこれ買えばいいので、今回はこれを、自分で加工してみたいと思います。で、加工にあたってはこれヤスリ、紙ヤスリがあればいいんですけど、これガラスの爪研ぎですね。こうウクレレ弾くときに爪が割れちゃわないようにこう研いでる爪研ぎなんですけど、これをまあ代用しようと思います。これを使って、サドルを削って、調整した上ではめていきたいと思います。新聞紙を敷いてその上に、爪研ぎを置いて、ここでこう削っていきますね。ちょっとカメラ片手で持ってるんでちょっとあれですけど、それで、この角を片側斜めに落としていきます。うっかり削りすぎちゃわないように、裏側をマジックでこう塗っておきます。ちょっと途中まですでに削ったんですけど、要はこの黒い側が、黒
黒い側が、お尻の方になって、ここが一番高いところになります。でこの黒いところを、最終的に全部削っちゃうと台無しなので、こちら側を落としていきます。ほぼ半分まで削ってきました。あと、4分の1、削りたいと思います。おおむね4分の3ほど斜めをこう落とせました。大体20分ぐらいですかね、分かりましたけど落とせましたので、ここで一旦はめて、仮セットして、音の調子を見てみます。ちょっとまだ弦が安定してないんですけど、4弦3弦1弦、これでオクターブをちょっと出してみます。ちょっと高いですかね、C E AG が、G が若干低くなっちゃった感じもしますね。そもそもちょっと落ちてました。合わせてバッチリですね。よし。ということで、ブリッジを、サドルをひっくり返して、こうネック側を4分の3斜めに削った状態で、ほぼオクターブが、調整できました。で、思わぬ副産物といいますか、もともとのサドルはこう丸くなってましたんで、割とこうまろやかな音が出てたんですけど、こうかなりエッジを立てた状態で今セットしてますので、すごく歯切れのいい音が出るようになりました。粒立ちがいいというか、おそらくサスティンも長くなったんじゃないかなと思いますね。ちょっと強く弾くと弦が少し横にずれるような感覚があるので、残り反対側は少しエッジを落とす形で丸く滑らかにしておこうと思いますけど、だいたい弦を緩めて削ってはめてテスト1時間ぐらいで、調整ができました。おすすめするってわけじゃないんですけど、結局そのウクレレも、生木を使ってこんな短いスケールで、弦もナイロンっていうすごく不安定な楽器なので、最終的には自分で調整できるようになるのも、目標になるのかなと。で、冒頭申し上げましたように、サドル自体も、300円とか800円、高いものでも1000いくらっていうぐらいのものですから、場合によってはいくつか、こう、最初についてたようなまろやかな音が出るサドル、こんな形で粒立ちのいい、ちょっとエッジの立ったサドルなんて形で、交換したりするものをこういくつか持っておくっていうのもありかななんて思います。で、ナットの方はどうしても接着してあるんで、これ取り外して交換したりっていうのは簡単じゃないんですけど、サドル自体は弦を緩めればこう外れちゃいますんで簡単に、
まあ、交換そのものの、まあ、難易度っていうのはそう高くないかなと思います。私も初めて、ウクレレのこうサドルを削ってはめてみましたけど、特に難しい、作業ではなかったです。以上でした。